はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回パート70、ついに70、始めていこうと思うんですけれども、カラカンの前にいるんですが、早速カラオケをしようと思います。というのもですね、実況会でなんですけれど、野球のアナザーミッション、まあ、そのアナザーの中でもメインストーリーとサブミッション、サブストーリーとで分かれてるんですが、サブの方は実はもう全部終わりまして、で、まあその他にも動画内に出てきた五十嵐コーチの、まあ特訓、野球に関する特訓も、録画外でやろうと思って進めてたんですけれども、そこでカラオケでこれ800点取ってこいっていうミッションが、ミッションっていうか指令が出まして、ちょっとカラオケに一人で堂々と一人カラオケ。いや、カラオケってなるとさ、やっぱちょっと動画に入れとこうかなって思ったので、まあ録画しながらやってる次第です。まあちょっとカラオケとか、まあ動画に入れようかなって思ったやつは入れてるんですけど、それ以外はちょっと録画外でやろうかなと思ってます。うん、もうカラオケは大丈夫。まあでもちょっと この龍が如く5から遅延がちょっとあるので、ちょっと環境を変えたんでね、4とかやってた頃とはちょっと違うんですが、まあやろう。ああ、これは一回やったんやっけ。これは聞いたことあるぞ、このデモも。キリュウちゃんに聞こえるけど、まあ一回やったことない方で、で800点以上やな。新曲っていうわけじゃないねんな。あれ、この曲が出てきたんって4やっけ、あれ5やっけ。でもキリュウちゃんでやってないよな。はあ、キリュウちゃんとはまた違う。あ、映った。間違えた。なんか変な感じ。あれ？よし。キリュウちゃんやったらさ、ここで、あれ？あ、ちゃうわ。うちは、あれ、キリュウちゃんの、なんや、マスク姿にしてたから、なんか違和感があったんか。違和感っていうか、ギャグみたいになってたけど、もともとこういうかっこいい曲やもんな。でもなんか、なんやろ、別に品田さんもかっこいいねんけど、物足りなさがあるのはうちだけ？あ、まだ歌えるんや。あ、どうしよっかな。回想とかあるんや。はーん。バカみたい。これ、かぐやちゃんと歌ったんやっけ。あかん、もう結構前でさ、あんま覚えてないな。そっか、冴島さんでカラオケに来た時に、この冴島さんがバカみたい歌って、かぐやちゃんがルージュオブラブを歌ったんか。いやー、もうだいぶ前やからな。あ、違う違う、間違えた。じゃあ、
まあ、品田さんも、ルージュオブラブも歌っとく？あ、これに関しては、まあ、情熱的でいきます。品田さんも土地狂ってくれんのかな？一人ノリノリ。真面目にやるぞ。赤く染めろぜ、ルージュオブラブ。よいしょ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 。ちょっと待って。Come on, baby.俺ゴミのような存在。ちょっと待って、自虐がひどい。あ、唇を。あ、オールジョブラブ、オールジョブラブ、キャンテイクライフ、自由に、Oh, lose your love. Can't take my heart. Conquer me. Lose your love. あ、間違えた。Everybody say lose your love. La 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 lose your of love.やっぱな、龍が如くのカラオケってこういう感じやわ。ああ、品田さんも、いい感じに壊れてくれてて、うちはすごい嬉しいです。いや、やっぱ女の子付きでやりたいな。ああ。いやー、950点か。また、暇さえあれば、1000点目指したいな。まあ、誰、どの主人公かとかはこだわりはないけど。満点取りたい。あー、延長？あ、したいけど、でもまあ、あの2曲だけやろうし。いっか。いや、もういいよ。もういいよ。いや、やりたいねんけどな。未練たらたらやけど。まあまあまあ、今はいいわ。ちょっとまた暇を見つけてやろうかな。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、そうやな、まあこれでミッション的にはクリアしたやろうから、報告だけ行こうか。うん、コーチにな。そもそもカラオケをすることで何が鍛えられるって言われてたんやっけな。なんか、見極めるタイミングがなんちゃらかんちゃらって言った気がする。どうやったっけ、これで鍛えられんのかな。カラオケはタイミングって言ってるけど、それは龍が如くのこのミニゲーム的な感じの話。いや、うん、取ってきたで、900点乗ったで。どうだ、ミートタイミング、あ、タイミング、ほら広がった実感があるか。神経が研ぎ澄まされた。あんだけはっちゃけてて。なんか、もう恥を捨てたような感じじゃないの、逆に。バッティングセンターでミートタイミングが広がった実感ができるだろう。ミートタイミングって何？うち野球のその専門用語には全然詳しくないので、ミートタイミングが何に当たるタイミングなんかがわからへんねんけど。おお、そう、まあ、ステータスも、こんな感じでサブミッションを進めているうちに、まあ、レベルが上がりまして、こんな感じになっております。
今ミートタイミングっていうレベルがめっちゃ良かったな。なんやろ、ジャストミートっていうあのミートと一緒？要はこうヒットになる、ヒットって判定にしてくれるタイミング、あのなんや、判定の幅の時間が広がった感じかな。わからへんけど、めっちゃ想像で喋ってる。でな、どうしようかな。野球のメインミッションはその動画に入れようと思ってるから今からやってもいいけど、サブストーリーもチラチラあるけど、どうしよっかな。まあでも野球行きたいしな、ちょっと今回は野球パートにしようかなってことで、じゃあまあ決めたからには、バッティングセンターに行こうと思います。さて、ではでは、おばちゃんに話しかけて、掲示板を見るってするとこんな感じで、メインミッションはあのこれ白川さんらしいな。うち昔同級生にこの地で、白川くんがいたので、てっきり白川かと思ってたら白川って読むのが一般的なのよな。うん、で、サブミッションに関してはこの見ての通り、多分全部出て全部終わったと思います。まあこれは一個も録画してないんですけれども、一人で楽しみました。うん、面白かった。いろんな人に勝負ふっかけられて、で、まあメインミッションは、今からやっていこうと思います。うん、まあ、あの白川さんの続きの続く感じのお話なんやと思うけど、あんたちょっとええか？ん？俺は高峰っていうもんだがね、ここらの腕自慢のバッターと打ち取って賭け勝負をしとる。はあ、賭け勝負？お金くれんの？まあでも遠慮しとくよ。賭け勝負なんてトラブルの元だしね。悪いけど他の人当たってくれる？あれ、知ってはる。ああ。資格、資格やったっけ？あれ、どっちが言うん正しいんやったっけ？これ昔動画で言われてんけどな。どっちも正しいらしいけど。俺に勝てたら教えたるわ。さあ、賭け勝負と行こうや。賭け勝負って賭け金はいくらだよ？5万円？一応持ってんねんけど。え？ああ、ほんま？うん、勝てば5万円。しかも、白川さんの話も聞ける。悪い話やないやろ。でもこれでさ、警察にバレたら捕まるようなことなんやんな、この賭け勝負も。うん、どんくらい強いんやろ。あ、そうそう、なんや、武器じゃないけどさ、装備品、バットとかスパイクとか、それもなんか強化高いもんちゃんと買うといいって説明あったやんか。それに関しては一個もしてへん。一安、打席中一安打。一回でもヒットすればいいんやな。まあ大丈夫やろ。サブミッションで結構鍛えられたで。もう大丈夫やと思う。なんか育てすぎたかな。余裕すぎる。こんな感じで当たればほぼホームランみたいな感じやねんか。確かに素人には打てないかもしれないな。あ、もう素人、自分は素人じゃない。まあ元プロか。そうやな。あれだけ幅のある変化球は、あれだけって1球しか見てへんけど、現役のプロでもそうは投げられないだろうね。打ったあんたを褒めるしかないがね。よく言うよ、あんた飛んだイカサマシだな。え、なんで？エメリーボール、ヤスリかなんかでボール傷つけて球の回転をつきやすくしている。へえ、やっぱり風の抵抗とか受けていろいろ変わるもんな。そこまで見抜かれてたんじゃ俺の負けよ。品田さんって結構ってかだいぶすごいな。やった。そう、所持金が前回のパートの終わりよりも増えているのは、まあ当然サブミッションでお金がもらえるミッションもあったりしたからです。あれ、教えてくれへんの？あ、見てたん？ああ。久しぶり。お前今の見てたのか？
あ、お前の勝負感は錆びついてなかったようだな。俺のことを試してたってことか。あ、それじゃもう20年前の誤解も解けたとか。そんなわけねえだろ。イカサマ氏から撃ったところで状況は大して変わっちゃいない。なんでもなかった。まあそう言うと思ったよ。それはそうとして、お前まだあの黒崎とつるんでるのか。いや、あいつは誰ともつるんでねえよ。昔から陰気な一匹狼だったろ。そうだったかもしれないな。あんな奴の話はどうでもいい。俺が用があるのはお前だけだしな。だいずれまた来るぜ。20年前のあの打席を再現してやる。150キロやっけ。160って言ってたっけ。めちゃくちゃ速い球やんな。あ、150や。やった、レベルアップした。こんな感じで白川さん、めっちゃ上がるな。白川さんの謎も解けていくんかな。よし、じゃあサクサクやってしまおう。装備な、装備買うのも、あれ、なんか、ん？あれ、うちなんか何もダウンロードしてないつもりやったけど勝手に入ったんかな。エビフライバット。え、使えるんや、もう。いや、なんか、ちょっとコメントだか、ツイッターだか忘れたんですけど、エビフライバットっていう単語を見たことあるな。なんかね、見たんかな。面白いですよ、みたいなのあって。まあでも、それは、後々クリアしてからの、番外編みたいなんで使おうかなって思ってたけど、もう入ってしまってるなら、一回ぐらい使ってみよっか。たまたまここでちょっと登場もしたことやし、初めてこの画面見た。え、どんな感じなん？今何が増え、なんか増えた？ステータス何も見てへんかったわ。あ、ヒートアイが、一段階上がる。じゃあちょっと、なんか、勝負吹っかける側から怒られそうな、名前のバットですけど。野球経験者を募集する書き込みだ。詳細は書いていないが、コーチをしろとかかな？ん？あの、ちょっとすみません。よろしいですか？はい。よくここでお見かけしますね。いつもとても豪快に打ってらっしゃる。ああ、見られてた？サブミッション全部やったからな。そういうこともあるやろ。息子の投球を見ていただきたい。あなたから見て息子がどれほど有望なのか。僕は球を投げます。それで1打席勝負してください。それってもしかしてお金かけましょうみたいなやつ。最近そんなのばっかりなんだよね。いえ、そうじゃありません。そうじゃありませんが、私たちにとって多くのものがかかっています。ん？かかってる？人生かかってんの？あー。進学する高校によってこの子の将来は大きく変わってくるんです。まあ確かに甲子園を狙える強豪校に入ればプロ入りの可能性が高くなるもんね。うん。あ、母校じゃん。あれ？母校じゃなかったっけ？あれ？品田さんはどこ出身やっけ？へえ、すごい良かったじゃないですか。まあ強豪校からお声がかかったんやな。そんなエリートばかりの中で息子がやっていけるのか不安な部分もありまして。でもプロ目指すんやったらプロはもうエリートやで。野球の中のエリートやろ。今さら不安感出ても。強打者のあなたと勝負させていただいて息子の有望さを見極めたい。ここであかんなって思ったら諦めさせるん。まあ見極めも大事やろうけど、するの早ない？認めさせてやるよ。あ、まあお父さんがこんなつもりでいるんやったら、みちおくんも納得させたいやろうから、いいんかな。随分熱心ですね。だったら迷わずその甲子園常連校に入れてあげればいいじゃないですか。いや、そのことは一旦忘れてください。ただ手は抜かないでほしいんです。遠慮なく本気で打ってやってください。一打でもホームラン。真剣にやりますよ。わかった。本気で打ちます。手を抜かないよ。じゃあ、うちも、ヒートアイ、使って、わ、本気でって言って、コナンふざけてるって思われる。
これはふざけすぎやろ。いや、これ怒られるで。みちおくん、僕の人生がかかってるんだ。それをエビフライで撃ってしまう。ああ、あの真剣な眼差しで。大丈夫か。あ、ファール。今のちょっとタイミングずれたかな。行きます。あ、もうちょい下やったか。くそ、難しいな。あ、もうちょい上やったかも。くそ、もう2ストライクやで。あ、大丈夫やと思う。よし、気持ちいい、いい感じ。最後当たる瞬間の時に、お、投げ捨ててに、あの強打なんちゃらっていうエリアに入ってなきゃファールになっちゃうねんな。撃たれた。やっぱり僕なんかまだまだ力不足なんだ。いや、そこまで落ち込まなくても。そうやで、2回ファールしたし、こっちは一発でホームランじゃなかった。一発でホームランしてやろうっていう気で打っててんで、こっちは。いえ、父さんと初めから決めてたんです。おじさんに撃たれたら青少大附属高校からの誘いは断るって。どういうこと？なんで？どうもありがとうございました。あの、これお守り。今の勝負で道夫くんの進路を決める気なんですか？中学生ならまだこれから伸びるし、もったいないんじゃありません？あ、何？裏？お金？お金的な？ん？私たちに接触してきた。その人が言うには、いくらかの、わー、金を積めば、推薦枠が取れる。裏口推薦ってことですか。父さん、なんだよそれ。初めて聞いたよ、そんな話。正式な誘いじゃなかったの？黙っていてすまない。私は悩みました。ひいき目なしに見ても、息子には野球の才能がある。それに裏口という不正な推薦枠とはいえ、全く見込みのない選手には、こんな話は持ちかけられないそうです。そんなこと言ってもな。500万？そんなに？でも、その高校は練習設備も揃っていますし、プロ入りを目指す息子にとって最高の環境が用意されています。正式な推薦枠からじゃさすがに入れへんの？その程度じゃないけどってこと？確かに500万もの金を作るのは私にとって並大抵のことではありません。しかし息子の夢を思えば。父さん、さっきの勝負はそういうことだったの？もし僕が勝ってたら不正をするつもりだったの？いい子やな。ああ、いい子に育ってますよ、息子さん。もし僕に本当の才能があるなら、きっとそんな環境、どんな環境からだって夢は叶えられるはずだよ。忘れるなよ。野球ってのは才能と努力はもちろん必要だけど、成功をつかむためにはさらに夢を持ち続けるって力がいる。どんな環境になっても夢を持ち続けるなんて普通なかなかできることじゃない。けど、成功をつかむのはそういう人間なんだ。やっぱり品田さんもそういう時期あったんかな。推薦の話は断るつもりです。全くお恥ずかしい話だ。誰か入ってきた。あれ、黒崎。その話ふっかけできたん、この人。例の話ですか。あ、そうなんや。やはりなかったことにしていただきたい。ちょっと待ってください。この話、黒崎が絡んでたんですか。裏口推薦の話を持ちかけてきたある人物、それがこちらの黒崎さんです。そうですよ、あんたたちのためにもう根回しも何も全部済んでるんです。今更なかったことにしろってのは。お金をと巻き上げたかっただけやん。もしその推薦で甲子園に行けたとして、その上道夫くんがプロにでもなれば、この話をネタに一生食い物にされます。うるせえ品田、てめえは黙ってろ。大丈夫ですよ、品田さんのおかげでもう私も目が覚めました。それじゃこれで
あ、しっかりしたお父さんでよかった。さすが道夫くんが育っただけはある。いや、仕事っていうかもうこんな、やめたら。もうだいたいブローカーなんか知らねえけど、お前こんなことしてたらいつか破滅するぞ。もうしてると思う。うるせえ、黙ってろ。このままじゃ済まさねえぞ。品田どうなるか覚えてやがれ。バカなやつだ。なんであんな人間になっちまったんだ。本作さんも、うわぁ、めっちゃ上がる。これマックスレベル9なんかな。もう一個ぐらいして今回のパートは終わろうかな。あのさ、今録画してる時間が結構深夜でさ、深夜っていうほどでもないねんけど、結構遅めの時間帯でさ、あんまり声を張り上げられへんから、ちょっと声のトーン気にしちゃうねんけど。キャンペーンのお知らせ。でもさ、でもどうしてもこの野球がしたかったからつい。ん？キャンペーン。球速最高145キロ、10球中ホームラン5本を打てば豪華景品。へえ。なんだろうね、超豪華景品ってのでは。挑戦するしかない。あれホイホイやったん？品田さんホイホイ？え、でもさ、でも仕掛け人が、の白川さんがホイホイ出てきたら一緒やん。赤松の球は150キロだ。その球を打てると豪語するお前なら145キロ。え、こういう設定してよっておばちゃんに白川さんから持ちかけたんかな。5本ホームラン。大丈夫か？お前に見せてやるため、見せるためにやるわけじゃない。超豪華景品のためだけどな。わかった。まあでも、なんか、超豪華っていうぐらいやねんから、いいもんなんやろ。バント普通に帰ればよかった。なんか閉まらんな。よし、行くか。よし。次から普通のバットにしよう。5本やって5本全部ホームランにできました。これってバットの性能がいいんかな。それともやっぱ品田さんが強くなりすぎたんかな。ちょっと育てすぎた。イタリア製バフラー。打ったらそこそこになるかな。あ、やっぱり白川さんが企画して、白川さんのポケットマネーの商品なんこれ。え、まさかこの景品お前の自腹？それじゃあマシンの球速を設定したのもお前だったのか。ふ、まあな。ちょっと恥ずかしくない？え、これで安心してお前と直接対決ができる。もうそんなこと、そんな姑息なこと死んでもよかったんじゃん。だけどお前の壊れた肩で赤松の球を再現できんのか ?150 キロ。もうさ、バッティングマシンの方で150キロ設定したら？自分で、白川さん自身が投げることに意味があるのかな？この間みたいに無様な姿を見せるつもりはない。今度こそ納得のいく決着をつける。そんなに待たせる気はねえ。もうすぐだ。え？何？なんかさ、オブジエンドみたいなの時のさ、リュウジ君みたいになんか型に仕込む感じ？バッティングマシーン、型に仕込む？どういうつもりなんやろう。ちょっとそういう感じやったらワクワクするな。見てみたい気もする。あ、これレベル9がマックスっぽい。ってことはだいぶ強くなったな、品田さん。はぁ、いや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 、面白かった。ということで、ここまで見てくださって、あれ、あ、上級コースはしません。はぁ、ということで、芯に当てる。ん？あ、この人、あの人じゃん。教えてあげた人。タイミング合わせる。頑張ってる。あれ？これさ、上級コース。でもやったはんで。あの人には話しかけれへんのか。残念。
はい、ということで、ここまで見てくださってどうもありがとうございました。次のパートも、ちょっとこのサブミッションをやっていこうかなと思います。ではでは、またねー、バイバーイ。いや、夜中やからちょっと静かめで、話も変で申し訳ない。